皆さんこんにちは。元卓球女子日本代表の石川佳純さんの美人度合いが加速的に伸び、注目が集まっています。ある写真を見たファンは、こんな若女将がいるならとの感想を寄せました。上品な姿が着こなしにも現れているそうです。一体どのような場面だったのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。卓球女子で3大会連続五輪メダリストの石川佳純さんが2024年10月24日、自身のインスタグラムを更新しました。その投稿では美しい和服姿を公開しています。アンバサダーを務める福岡県産ブランド柿、秋王の撮影の様子で、黄色に花柄があしらわれた上品な着物姿で笑顔を浮かべながら撮影に臨む姿が投稿されました。また違った魅力を見せる石川佳純さんの姿に、コメント欄では美しすぎる、いつの間にこんな和服が似合うようになったのやら、よ、佳純姉さん、日本の美、若女将感が良いですね。こんな若女将がいる旅館なら10年先までボンクレ正月の予約入れるね。本格的に女優デビューされた方がいいとの声が寄せられていました。そんなおだてるようなコメントがありましたが、石川佳純さんには意外な過去があることをご存知でしょうか。女優の新垣結衣さんと俳優の瑛太のダブル主演映画「ミックス」が2017年10月21日に公開されました。その映画に卓球の水谷隼さん、石川佳純さんが本人役で出演しています。同映画は卓球を題材にした作品で、ガッキーと豪華共演となります。他にも吉村真晴さん、伊藤美誠さんら卓球界のスター選手が出演し、スクリーンを盛り上げていました。2016年夏のリオデジャネイロ五輪や、2017年5から6月の世界卓球を沸かせた日本卓球陣がスクリーンに進出となったわけです。同作は元天才卓球少女の OL 玉子と元プロボクサー萩原がひょんなことから卓球男女混合ペアを組み、全日本選手権出場を目指すロマンチックコメディとなっていました。制作サイドが実際の卓球選手に出てもらいたいとオファーし、リオ五輪男子シングルス銅メダルの水谷隼さんや、女子団体銅メダルの石川佳純さんら6人のスター選手の映画出場が実現したということです。水谷隼さんと石川佳純さんは、玉子が勤める会社の卓球部のエース江島の壮行会パーティーに出席している本人役で出演しました。演技初挑戦となった2人は卓球を披露するシーンはありませんが、共にセリフがある役どころでした。水谷隼さんは瀬戸さんに「よう、エジ」と声をかけ、石川佳純さんもガッキーに「よろしくね、たまちゃん」と話しかけるなど、自然体な演技のラリーを決めたということです。銀幕デビューとなった2017年2から3月の撮影と、メダルを獲得して日本中に感動を届けた作家のリオ五輪を比べ、水谷隼さんは映画の方が緊張した、ガチガチでした、石川佳純さんも緊張の部類が全く違ったと本音を述べています。初対面した生ガッキーには、水谷隼さんが思っていた通りとても綺麗な方、石川佳純さんはもともとファンだったのですがさらに好きになりましたとハートをスマッシュされたようですと当時の記事には掲載されています。ガッキーは練習の合間を縫って参加していただき嬉しかった、フランクな雰囲気のお二人で話しやすかったと感想を述べています。この映画をきっかけにラケットを持ってくれる人が増えれば、撮影に協力してくれた選手の皆さんに恩返しになると大ヒットを二人は誓っていました。つまり先ほどの女優デビューしてほしいという願いはすでに達成しています。ただ本格的に女優業にはチャレンジしていないようなので、今後その機会があればぜひ見てみたいものです。ところで石川佳純さんは2023年5月にプロ卓球選手を引退されました。現役引退後の石川佳純さんの収入はどれほどなのでしょうか。もちろんのことながら石川佳純さんは収入を公表されてはいません。そのため石川佳純さんのご活躍をもとに収入を推測してみたいと思います。石川佳純さんの引退後の年収は推定4000万円と考えられています。一説によれば現役時代の石川佳純さんは億超えの収入であったとも言われています。
この4000万円の収入は多いのか少ないのかももはやわからない数字です。ではその内訳について詳しく見てみましょう。一つ目は CM への出演です。石川佳純さんの現役引退は2023年5月でした。石川佳純さんは現役時代から CM に出る機会がありました。そのためここでは2023年5月以降の出演を見てみます。2024年3月現在までで5本の CM に出演されてこられました。スポーツ選手を CM に起用することでクリーンなイメージを持てます。さて、元スポーツ選手を CM に起用する際は一般的に30万円から100万円と言われています。石川佳純さんとあれば男女問わず、また国内外で広くファンがおられるので信頼も厚いことでしょう。そこで出演料を100万円本とすると、100万円かける5本、500万円となります。2つ目はテレビ出演です。石川佳純さんはテレビ出演も数多く腐れています。現役引退後の2023年5月以降でいうと、トーク番組を中心に月1から3本は出演されています。スポーツ選手が出演されると、その選手ならではの失敗談、成功談が聞くことができるかと思うと価値があります。それも石川佳純さんはファンも多いことからなおのこと視聴率を期待することでしょう。さて、スポーツ選手がテレビに出演する際の出演料は10から300万円だそうです。2023年5月から2024年3月、石川佳純さんが1から3本、月のテレビ出演だったと考えてみましょう。なお、出演料は目安として100万円本としてみます。石川佳純さんの現役引退後のテレビ出演での収入は1000万から3000万円と予想します。3つ目は、卓球教室です。石川佳純さんの現役引退後、47都道府県サンクスツアーと題した卓球教室をされています。もちろんこの卓球教室についても、得られる収益については明かされていません。一般論ではありますが、スポーツ教室講師の収入というのは300万円年だそうです。こと石川佳純さんとあればざっと 1.5 倍の450万円月があるでしょうか。やはり石川佳純さんに卓球を習えるとすれば、かなり価値が高いと考えるのが普通でしょう。ここ最近の石川佳純さんの活躍について、いろいろとコメントが寄せられています。少し前になりますが、 NHK の鶴瓶の家族に乾杯に出演された回を見て、ご本人の笑顔とお人柄をテレビを通して垣間見れ、親しみを感じました。確か福島県古殿町だったと思います。地元では何でも卓球が盛んだとかで、言い方が適切ではないかと思いますが、あえて佳純さんからは和の雰囲気や振る舞い、そして元気印の健康的美しさがあると思います。芸能界に染まらず、かといって一般人になってしまったらお姿を拝見することもかなわなくなりそうですので、程よい位置でご活躍を発信してくれましたら嬉しいです。この方は可愛いというより美人といった方が合っていると思います。何を着ても似合うのが素晴らしいと思います。作り笑顔じゃなくて自然に出てくる笑顔が人を引きつけるんだと思います。最近 CM に出ている姿をたびたび見るけど、演技できる感じで女優さんになりそうと思っていました。今後の活躍に期待です。大谷もそうだけど、勝負師の世界が長いと目がきつくなる。しかし彼女は保育園勤務だったかのよう、本当に穏やかで優しい瞳。神様仏様霞様だ。石川佳純さん、本当にお綺麗です。でも本格的に女優デビューされた方がいいなんて、大きなお世話にも程があります。いかがだったでしょうか。今回は石川佳純さんの近況と過去の活躍について見てきました。現役時代から美人であると有名でしたが、ことここ最近については一層磨きがかかっています。スポーツキャスターとして今回は大活躍でした。今後は軸はスポーツ関連で、その他 CM など様々な場面で活躍を見ることが期待されるのではないでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。